日の出プレイヤーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕ドラえもんです。本日はやってまいりました神戸お花火会の解説ということで、うまうま仕様と超注意点ということでお届けしていきたいと思います。はい、ということでですね、異物突破ね、はい、始まりましたね。今日からリリー初日の方は今日からですね、と合わせてお花見会ということで、まあ、お花見会はねもう素晴らしいですよ。はい、あとはねもう異物突破、今戦力がね 12,903 レベル100なんでありますけども、異物がね30何万溜まってるのかな。これを解放してどうなるかっていうのをね見るのがもう楽しみで仕方ありません。これぞ日の出の醍醐味、待つ時を待つべしということかと思っております。はい、ということで、これは全サーバー共通ですかね。お花見会ということで、新しいイベントが1週間ですね始まっておりますので、そちらについて、お話ししていきたいと思います。はい、では早速参りましょうということでですね、はい、お花見会ということになりますが、まあ大きく分けて、まあ目指すべきことはね2つあります。それが花見弁当と、あとは花見屋台ですね。はい、下にある花見屋台ということになります。この2つを、まあ、どう目指すかというところをですね、お伝えさせていただきながら、実はねあの以前の、千なんちゃら浮世会か、はい、あのイベントよりもねうままな部分がありますよということですね。はい、まずね花見弁当、まあ、まずここでしょう。はい、1つ目のゴールはここになります。ここでね、いわゆる桜餅を、520個ですね最大、はい、投入することで、まあ、この LR 仲間の、武士芝ですね、はい、が手に入るということになります。まあね、もうみんな LR 結構持ってるだろうから、ここまでね、はい、あのすごいうまうまってわけじゃここはないかなと思いますね。はい、でちょっと桜餅ね今トラも残り70あるので、はい、一回投入しますが、はい、こうやってね投入をすると、このはい、これですね、うま道、はい、美道なのかな、はい、これが上がってここのアイテムが全部取れますと。でこれで、520までいくと、25か525ですね、はい、最後、はい、このリボンですね3つ目のところまで取れますと。でこの追加報酬ね、525美道を獲得、100美道を獲得することにギフトが1回もらえるっていうのは無課金美課金には厳しそうって感じですかね。はい、でこの桜餅ね、まずどこで手に入るか、1つ目はこの花見の旅ですね。まあ非常に簡単です。はい、でこれで、毎日60個ですね手に入って ×7 なので、ここでね420手に入るということになってきます。でもう一つどこで手に入るかというのはこの石灯デコですね。はい、ここでですね、まあ、2日目以降の報酬がねまだ解放されてないですが、もうおそらくね桜餅10個ずつじゃないかなと思います。そうするとこれも7日あるので、70個ということで、さっきの、420個と70個で490個ということになります。はい、そうなんですよ。あれ前のイベント足りたのに足りないじゃんと思われる方いらっしゃるかと思います。はい、ただねそこはね大丈夫です。はい、足りますということでね、ちょっとお待ちください。まあこの石灯デコもね報酬いいですよね。もう無課金でとにかくね報酬いろいろもらえるっていうのは非常にねそれだけでいいイベントですよ。はい、このお花見会ね、はい、もうなんていうのかな、別に宝石もねはい使わなくていいですからね。はい、先に言いますよ、宝石は使わなくていいですから。はい、であとは桜樹祈願、はい、ここがなポイントっていう感じになってきますね。はい、まずこれ、これを1回引くごとにさっきの桜餅が、まあ、1つ手に入るっていうのがポイントですね。でこの通り匂い袋っていう、まあ、2つ目の目的ですね、要は報酬を交換するためのものがここで手に入ります。はい、でまあ一応ね仕様はもう書いてる通りなので、100回行うごとに限定報酬から1個獲得できてもねらっていうのはまあいつも通りですね。で報酬の中身がね、まず唯一報酬、これはもう1回しか手に入らないのが覚醒石ですね。であとはこの極上報酬に来ましたね、やっぱり。はい、背飾りですか、はい、これやっぱり来ましたね。まあこれはね汎用的な背飾りですよ。はい、あとこのね神器、これ強いですよ。10秒ごとに最大体力値 6% ダメージを与え、攻撃速度、エネルギー回復速度、仲間の攻撃速度を 30% 低下させる、持続3秒。なんだそりゃっていうね。
強さです。重そうって感じですけどね、見てて。はい、でプレビューでね、一応こんな感じで、はい、見ることができまして、10秒経つとね、はい、体力値 6% ダメージ、これですね、はい、与えるということで、いや欲しいな欲しいな欲しいな、無課金美課金には無縁かなというのが今回のイベントのポイントでもあります。はい、であとは外観か、はい、外観もね、はい、この通り、まあ外観得るんだったらね、やっぱり神器とか背飾りとかステータスが上がるやつをまあ欲しいかなっていうところではありますけれども、まあこの通りね、外観も手に入りますよと。はい、まあ確率はね、もうそれぞれ 0.25 とか 0.1 とかね、神器とかはもうめちゃくちゃ低い感じになってますが、はい、まあここでね、はい、1回引くごとに桜餅が1個手に入るっていうのがポイントです。はい、でこの15,000、これね、買わなくていいですよ、先に言いますけど、買わなくていいです。で、あとは、はい、課金袋ですね。これはもう課金者の方々、まあ確かにね、神器と背飾りは課金者の方欲しいですよね。はい、いやそういう意味ではね、課金者にとってもそれはもういいイベですよ。でこれ、はい、花笠探しというのがあって、これまあ毎日ね、いわゆるその謎謎っていうのかな、はい、それをこうクリアしていくんですけど、1日目のねクレーンゲームに手がかりがあるっていうのは、まあ一応ね、まだクリアをもしされてない方がいらっしゃればということですが、ここですね、はい、このクレーンゲームとはこのガチャのところですよ、ここにあります、左上ですね、ここに傘があるので、この花笠をゲットすると、はい、この通り、ダイヤ100とゼンマイ20と、リボンが7個、はい、リボンはあのガチャを引くためのやつですね、が7個手に入りますということになっていきます。なのでこの花笠探しでね、前回の千なんちゃら浮世会と違って、このガチャを回す桜樹祈願を回すリボンがね、まあ仮にずっと7個出すと計42個単位に手に入るんですよ。なのでかなりね、今回ガチャ引ける感じになりますね。でこれね、15,000必要ないですよ、がトラえもんはいつも通り皆様のために、はい、買います。実際ね、10連でどんなのが出るかっていうのはね、まあ10連引いただけじゃ何もわからないですけど、はい、でも一応ね、はい、お見せしたいなというところで引かせていただきました。はい、でですね、はい、早速入れていきます。買わなくていいですからね、15,000あるんだったら武魂もね、もうほぼ20回引けたりしますしね、15,000の、もの価値が引ける10連だとは基本的には思いません。はい、ただ今回さっきの、花笠で42個でしょ、リボンね、42個、あ、はい、10連、はい、こんな感じですよ。はい、この匂い袋景品今回使うのもね、1個しか出なかった、10連で1個、まあ出てもまあ3個とかでしょうね、マックスでね、はい、それぐらいな感じになるんじゃないですかね。で桜餅がほら10個手に入ったということで、はい、もう1回ね、リボンが、花咲かず探して多分42個多分手に入ります。でここで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 ということで55個手に入るんですよ。はい、なのでリボンが55個手に入る、つまりガチャを55回回せるということは、桜餅55回ね、マックスですけど引けるので、あれ490しかなかったじゃないです、525まではもう確実に足りると思っていただいてよろしいかと思います。はい、ということでここですね、はい、ここは、一見ね足りなさそうに見えますけど、ちゃんとねいけます。はい、525、一番マックスまでいきますので、ご安心くださいというところと、あとはここですね、はい、あとは2つ目の目的、花見屋台ですよ。はい、この袋ね、これがどれだけ手に入るのということですけども、まあおそらくね、よくて10、まあ普通に出会って10個、まあよくて20個いくかいかないかじゃないかなと思いますね。はい、となってくるとまあね、どうするかということなんですが、まあ20個あるんだったら不能ギアを取っていいと思います。はい、確実にステータスが上がるので、でまあそれ以下であれば、ミクマンであればもうトラえもん的には武魂推奨でしょうね。はい、これ10個あったらこの袋がね、20個武魂推奨手に入るわけでしょ。そうすると、16,000の宝石の価値になりますし、まあ武魂推奨やっぱりね、なかなかね試練とか上がりにくくて手に入りにくくなりますから、乗り物の駐機場以外はねそれぐらいありますけど、なのでね武魂推奨おすすめかなというふうに思います。はい、ということでですね、ちょっとバババッとご説明してきましたが、まあ基本的にはね、もうありがとうございます神ベですよ。もうこの石頭デコもね、はい、これも報酬もね無課金なのにこれだけもらえるしね、花笠探しもね
最終的にはまあこんな形でダイヤ宝石も1000個手に入ったりね、毎日ちゃんと、いろんなね、宝石全枚、もろもろ手に入りますし、であとはこの花見弁当ね、ここの花火弁当で、まあ、これがね一個目的ですけど、はい、ダイヤだとか上の列で言えばカムイ寿司とか LR 仲間手に入って、で最後ここでまあ55個ね、あ、これ取らせてた、今回、普通にやってれば花笠がね毎日7個ということだったら55個マックスで手に入るので、ここがねほんと前回のイベントからの大きなポイントかなと。無課金美課金にもチャンスはあるぞと、下手したらもしかしたら神器とかね、はい、せかざい出るかもしれないぞというところかと思います。ただね、このランキングはね無理です。はい、無課金美課金は無理です。もちろんね、はい、この引き霊とかね、あの突破商店で乗り物に変えられるスーパーミラクルありがたいコインがありますけど、無課金美課金は無理だろうな。まあ基本は100プラスになっちゃうんじゃないかなというところになるかなと思いますが、はい、まあ今回ねお花見会、まあちょっと早い、いやいいタイミングか、はい、日本のね、はい、季節をちゃんと意識していただいているお花見会、いいじゃないですか、ということかと思います。はい、目的は2つでしたね。花見弁当と、あとはこの花見屋台で何を交換するかというところで、花見弁当はちゃんと全部普通にやってれば手に入ります。はい。で、花見屋台も、まあ、そのガチャを引くリボンが55個普通にいけば手に入るので、まあ、10個よくて20個手に入るかなっていう感じですね。まあそこに応じて何を交換するかはこう考えていければいいんじゃないかなというふうには思います。はい、ということでね、まああとはこの石灯デコと花笠探しがどれだけ難しくなるんだろうな今後っていうのは気になるところでありますけども、まあ大丈夫でしょう。はい、ということで、もし難しかったらねちょっと配信しようかなとかって思いますけども、はい、ということでね本日はお花見会ということでお送りしてまいりました。もう無課金美課金にとってはね、あの非常にもうこれは嬉しいイベントになりますので、ぜひぜひ、はい、取り組んでいきましょうということになるかと思います。ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。